カギしっぽとは、主に猫の尾の形態で、ねじれたり、曲がったりしている尾のこと。K ダッシュステージ所属の女性お笑いコンビ。本校で記述。カギしっぽは、サチとレオティの二人で構成されるお笑いコンビ。2012年12月に結成。所属事務所は K ダッシュステージ。共に、K ダッシュステージに所属し、 共に2012年中に解散した元モンキーザヒップのサチ、元ペッペロントンファーニのレオティの二人によって2012年12月に結成。女子同士でコンビを組みたかったということで、ほぼ同時期に解散した同士で結成となった。コンビ名は、レオティが飼っている猫のうち2匹が鍵尻尾であり、曲がった尻尾に幸運を引っ掛けてくるという言い伝えより、 演技が良い名前がいいと思って名付けた。2014年8月2日に初単独ライブ初恋を開催。同じ事務所の先輩、オードリーがレギュラー出演している水曜日の昼なんです。で前説を務めている。その昼なんです。の本編で少し映ったこともある。2015年4月からニコニコ動画においてゲーム実況を始めた。 女芸人ナンバーワン決定戦ザ W では2017年と2019年に準決勝まで進出。ネタはコント、漫才とも言っている。結成当初の頃はコントをやることが多かったが2016年に入ってからは漫才を極めたいとしてほぼ漫才一本という形で行っている。漫才ではレオティがボケながらでも生きてるという決め台詞を発するパターン。 元ダンサーのレオティのキャラを生かして、全身を使ったネタを展開、レオティに突っ込み役をやらせておいて、サチがその突っ込み方に突っ込むなどのパターンがある。ネタは、でも、楽しい。というセリフで締めていたことがあり、締め以外でも、このセリフを時々入れることがある。ネタは、アルバイト先の変なおじさんなど、日常の面白いことからネタを探し拾って作っている。 2017年からはコントを再開。ミュージカルコントと言われるネタを展開し、この時レオティはミュージカルキャッツを意識した全身黒タイツで猫のメイクという格好で登場することが多い。そしてサッチはスリッパでレオテを叩いて突っ込むという不りがあり、これが古典突っ込みと言われることがある。レオティは全然痛くないからいい音が出るように叩いてと、 サチに要求しているということだが、サチは鼻にあざができていたと話している。ありがとうございます。